どうも、エルカビのエルゲタです。どうも、ネルナイチです。ということですね、木梨憲武さんがですね、ラジオ収録中にスマホに着信があったと、で、電話の相手はですね、オンエアしないで恥ずかしいから、ということで、これ電話がかかってきたのがですね、実はミンハルさんだったということで、ノリさん、ノリさんがですね、まだミンハルさんなんですよ。ノリさんが、ここオンエアしないでよと、ミンハルと知り合いって恥ずかしいからということを言ったと。で、のりさんらしいですね、番組中に撮ったんですね、そしたら宮原さんが、あの競艇のと話し始めた、そうするとのりさんが、競艇と競馬の話やめろよ、俺今競艇と競馬やめてる男として取材してると、ピシャリとやりスタジア爆笑、そして電話を切り、どうも失礼いたしましたと頭を下げていたということ、これのりさんと宮原さんのこの記事を見て、うわ面白いやっぱりと思って、宮原さんもね、久々にこう、名前もあれですけども、で、木梨憲武スペース三重春でもう一回検索したんです、この記事どこに行ったっけ、それなんかね、歌番組、FNS 歌謡祭かなんかに三重春さんが棒立ちで映っていたという記事がいっぱい出てきて、なんか結構当時ニュースになったんですよ、多く覚えてんだけど、それはなんかノリさんが飯食い行こうっつって、なんか騙してそこに連れてって、カメラの前に連れてったっていう説ある。何その、何そのドッキリ、何だって関係ないでしょ、おしゃれ、おしゃれなんですよ。テレビ局関係ないですよね。三重春さんね。三重春さんあれだよね、萩本欽一さんのあれだっけ。あ、多分そうだよね。なんかさ、なんか小堺さんか関根さんのさ、モノマネで、欽ちゃんのモノマネがあってさ、あの、小堺と関根は分かってる、あの、慎吾と三重春はダメっていう。風見慎吾と三重春にダメ出しを必ずする欽ちゃんっていう、あれめっちゃ面白かった。人選がよくない、うん、関根と小堺分かってる、慎吾と三重春ダメってあれ結構なんだ、一回しか見てないのに忘れられないですからね。でね、ということでございます。そして木梨憲武さんね、東京ドームでのライブをキャンセルという、ことなんですけれども、これ前も言ったでしょ、あのタカさんとノリさんでトンネルズさんで、東京ドームで歌をいつかやりたいっていうのを、インタビューで答えてたら、なんとですね、東京ドームでライブやるぞなんていろいろ言ってたら、本当に抑えちゃいました、抑えましたけど本当にやるんでしょうねって言ってきたから、いやそんなに人来ないから無理だと思いますって断ってキャンセルしましたなんかうちのソニーチームのイベントが何をちまったか、本当にいろんな番組で言ったら東京でも抑えちゃいました、サプライズ告白。へえ、すごいですね。どうすんだろう ねだけどなんかいつかやるみたいな記事もあるね、いつかドームでやるみたいな、今は無理みたいな、なんか今個展もやってるし、ノリさん、ああ忙しい、忙しいし、どうすんだろうね、ただ東京ドーム借りるとね、なかなか金かかんないんだね。だからこれはネットのコメントは二手に分かれてます、いやトンネルズだって集まるから大丈夫っていうこと、いや今のトンネルそんなに来るかなって言ってる。いや、2つしかねえよその2つぐらいしかないだろう。すごくないですかこれ、ドームを抑えたのはあの長州力に命令された人以来です、いやいや、ドーム抑えろだってもうこれもう勝手に抑えられてるやん1990、そうですよ、だあれ長州の腹心に欲しかったじゃんね、こういう人がね、95年の10月、ここなんか東京ドームで長州力が電話で喧嘩になったんですよ、UWF インターンの人と、その時に、何よ、落ち、どうもさんのやるぞ、なんかね、すごいんじゃない、計算が早いんじゃない、不義理なこ、不義理っていうかね、無粋なこと書いてる人なんですよ、後日、何年も語って、プロレスの関係者かなんかがね、いや、そんな10月9日、急にどうも抑えれるわけないじゃないですか、先に抑えてあったんですよ、とか、なわけないでしょ、抑えろで、多分巨人戦とかキャンセルだったんですよ。長州さんが2月4日でしょ、長州が切れてる、あれ何月なの、 10.9 ですよ、確かクライマックスシリーズを確か決定、無理だよ、でもそこらの箱でも無理なんだ、でも6万5千人大満員ですからね、6万7千人だかね、ということでございますね、え喧嘩しに行ったんだ完全にねね、そしてね、これをだいぶ前じゃない、何日か前ずっとニュースになってたんだけど、あの子供たちがすんごい便利なランドセルを作ったっていう記事
なんかね、うん、ランドセルになんか棒を2つこう取り付けて、うん、そうするとキャリーバッグになるっていうのを、ほら、いいじゃない、いいでしょ、子供が作ったんですよ。いいじゃない、これが、ランドセル5キロのランドセルが体感 500g に軽減するキャリー棒、うん、キャリー化できる2本の棒を作った。キャリー棒、これがランドセル症候群の対策として商品化された、うん、ところですね、うん、やっぱりそのランドセル世代が結構ネットで、うん、いや、ランドセルは腰を鍛えるためにやるもんだって、そんなわけないだろ。腰鍛えるおかしい。山本小鉄さんが言ってました、うさぎ跳びは膝を悪くするから痛めるからダメ、違う、腰を鍛えるためにやるって代償がすごい昭和の、うん、ね、小鉄さんも言ってました、うん、で、結構その大人の人たちがですね、意外とこれ批判が多い、坂道とかでうっかり手を離したら大惨事ですね、うん、結構スピード出ると思いますが、それが人に当たってしまったらそのことまで考えているのでしょうかとかね、うん、とか、ランドセルは後ろにこけた時に頭を打たないためにあるってことを知らない人結構多いよな、あ、ね、初めて聞いたけど、あ、でもこれ本当に昔から言ってない、あ、そうなんだ、そうそうそう、へえ、なるほどね、うん、リュックもそう、あのリュックは違うと思う、ランドセルは硬い形になってるのはそういう、あ、そうなんだね、ということで、うん、結構その大人対子供の結構全面戦争がこれ、それ記事書きたい人があるでしょ、いろんなアカウント作って火つけてみたんでしょ、いやいやいや、そうでしょ、ランドセルにつけられた防犯ブザーは体から離れてしまうよね、防犯ブザーつけてたの、いや、おらんのいないでしょ、やっぱもうちょい後、後じゃない、しょったランドセルを合わせるより簡単、大人の力でキャリーを飛ばせばブザーで音が出せなくできる、まあとにかくね、この全面戦争になってますよ、まあ、大人対子供が、うん、ということなんで、せっかくね、いいものを、しかもこれ作った会社が株式会社悟空の気持ち、ザ・ラボ、うん、というところで、悟空はもう孫悟空の悟空ですね、うん、小学生による小学生のための製品、散歩セルというのが、うん、これもう3ヶ月待ちなんだって、人気すぎる、いいね、だって重たいから置き弁してたしね、俺も、あ、置き弁ってね、あの教科書とかノートを、あ、ね、あの学校に置いて、で、なんかダメでバレたら怒られるみたいなのあったかな、あ、怒られたね、でもさ、教室の試合ロッカーなかったっけ、なかった、うちは、あ、なかった、うち、あ、カラーボックスみたいなのあったけど、所詮蓋がないからバレて、あのロッカーがあってさ、うん、なんか入れてよかったんだよな、教科書とか重たいのが、うん、で、なんか俺、小1の時引っ越しててさ、うん、転校した時に後ろにロッカーが、前はなかったのよ、うん、で、ロッカー、え、ロッカーってあんの、うん、とか言ってたら、うん、みんながすごい、ロッカーあるやしょりっつってすごい、うん、今思い出したわなんかすごい、なんでそのまぬけな、あの、なんかね、少し傷ついて、引っ越したばっかで、あれすごい思い出がありますね、もう、なんか電子パッドでいいじゃん、 iPad 的な、もうこれからでもそうなんじゃん、それいいじゃん、広角機動隊に出てくる学校それだったよ、いや、いいよ、でもあの、アニメだしそれでした、アニメだし、で、隠れて、天才少年が隠れて、すっごい昔のゲームウォッチで遊んでるんですよ、それ2045出てきますから、皆さんぜひ見ていただきたいなと、思っております、はい、まあそんなところかな、ムサカナオマサさんのですね、ムサカの由来っていうのがですね、記事になって、これまたちょっと今度ロベダイラ、これ、本名なんだってね、ムサカって、あ、そうなんだ、本名なんだということなんで、うん、そうだよね、平らなのに坂だもんな、うん、変なもんだ、6の平らでムサカ、ね、6本の平家の赤い旗が6つ赤、6つ赤、6つ赤、6つ赤となったそうですということで、すごいね、これ徹子の部屋かなんか出た時に本人が、言ったということで、平家の抹茶だ、うん、だからもう打ち込んだけどね、いやいや、落ち武者みたいな見た目なんだよちょっと打ち込まないと、6つ赤、6つ赤って言うからさ、うん、もうジョン・ムエテ・ムツワカですよ、ジョン・ムエテ・ムルワカね、まあそんなとこですけどね、はい、というところで、また皆さんください。